怪獣色の島は、ハットリミツルによる日本の漫画作品。ヤングドラゴンエイジにて、午後から連載中。島を舞台として、電気とユリを絡めた作品である。サンカレアのワットリミツルが描く、電気青春ストーリー。サンカレアは、ゾンビとラブコメを掛け合わせた作品であったが、怪獣色の島は、電気とユリを掛け合わせている。作中では、鼓動を、 古きと表現するなど、独特の擬音語が使われる。作者の服部が三重県出身であり、離島が身近にあったことから企画が始まった。機関紙に掲載する漫画であるため、各話の発表間隔が長くなってしまうことから、二人の物語を深く掘り下げていくという方向性が定まり、ユリを描くことが決まったのはその後である。連載が始まった2018年は、 やがて君になるがヒットした年であり、これ以降、百合漫画の多様化が進行した。作中の神社のモデルとなった関東神社舞台は2018年の夏、怪獣さんの言い伝えがある離島。島の中学生、千川ねぶのきは、都会からやってきた一門不竜夏が海に転落するのを目撃し、彼女を助ける。二人が目を覚ますと、 怪獣さんの穴と呼ばれる洞窟の前で倒れていた。一人ぼっちだった二人は次第に惹かれ合うが島では不思議なことが起こり始める。声は PV の声優。単行本一貫発売を前にして2021年3月5日にアニメ PV が公開された。アニメーション制作はトリニティセブンのセブンアークス。声優を務めた東山奈人と上坂すみれが 演じた感想などを語った対談が3月9日発売の月刊ドラゴンエイジに掲載された。ありがとうございます。